愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオでございます。違う、タイトル言わなきゃ。今週のタイトルはですね、口癖を操るっていうタイトルなんですけど、ちょっとこうテーマだけ見るとね、若干堅苦しく見えるかもしれないんですが、いつもね、本当言いたいことというか喋りたいことだけをね、自由気ままに話すのがこのダラダラジオなわけですよ。ですけど、まあ思い入れというか、こう伝えたいって、聞いてほしいっていう気持ちはさ、まあその回によって、テーマによって結構波があって、で今回はね、聞いてほしいんだ。そう、割とみんなの役に立てる自信がある。ハードル上げてみたけど、なんかタイトルだけだとね、ちょっと堅苦しい感じがするかもしれないんですが、ちょっと時間見つけてね、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。で、まあさっさとね、本編行けっていう話はあるんだけど、ちょっとだけ私の憂いを聞いてほしい。いや、自業自得の話なんだけど、あのですね、私先月ね、3月がすごいちょっとありがたいことに忙しくしてて、スケジュール帳が結構本当にえげつないことになってたんですよ。まあそれはね、意図してやってたんだよ。自分のこのチャンネルのブランディングとかも含めていろんなことを考えた上で、もう3月はちょっと本当に、言葉がちょっとおかしいかもしれないけど、もう命削って働こうと思って、そう、腹くくってやってたから、まあまあまあいいやと思ってたので、3月の後半の時点で4月のね、1週目はちょっと同じように埋まってたんだけど、みんなが本当春休み終わるぐらい、だから2週目ぐらいからはだいぶ空いてたから、よしと、でここでちょっと一息入れられるし、動画のね、準備したりとか、あーできるなーって思ってたんだけど、なんか気づいたらさ、あれっつって、まあ、3月まではいかないんですけど、あれってなってて、埋まっとるやないかいってなってるのを、はって今スケジュール帳見て気づいて、今ダラダラジオ話し始めたっていうね。やべえ、また撮れねえ動画。今年ね、ちょっとこの動画、投稿してる時点で上がってるか分かんないんですけど、その中学校の理科英語がだいぶカリキュラムが変わるので、撮り直しをしたりとか追加を取ったりとかってする必要があるんでね、そう、そこに時間割きたいんですけど、なんかね、まあ本当仕事いただける時間花だからさ、まあ、難しいとこではあるんですけど、まあ、そんな風に思ってるけど、ちょっと亀さんペースだったらごめんね、あいつ投稿しねえなって思うかもしれないんだけど、それでも応援してくれると嬉しいっす、お願いします。ということで憂い以上です。はい、じゃあ本編参りましょう。聞いてくれてありがとうございます。でですね、今回は口癖を操るっていうとこなんですが、まず、ポジティブとネガティブの話をちょっと触れていきたいと思います。まあ皆さんもね、ポジティブネガティブっていうのがね、まあ、聞いたこと、言葉はわかると思うんですけど、皆さんどっちですか？どちらかというと、私ネガティブです。はい、もう即決で言える、って思っているんですよ。思っているんですけど、でもね、こうネガティブだと自分のことを思って、まあある程度長い時期間生きてきたんですが、こう自分の中でネガティブっていうものの定義が実ははっきりしていて、それを、まあ、塾講師やってる時とかに、まあ、子供たちもやっぱり思春期なので不安定だから、どっちかというとネガティブな子の方がやっぱ多いんだよね。自分に自信がないからね。そうで、話を聞いてた時に、ちょっと俺が思ってるネガティブとズレがあるなっていうのをすごく感じていて、でそのズレを伝えてあげる、俺のとってのネガティブってこうだよっていう話すことによって、なんか気が楽になったっていう子が結構いたので、今回それをね、伝えたいなと思ってます。それが、まあ、ある種この口癖を操るっていうところにつながっていくんだけれど、まずネガティブのズレから話しますね。みんな例えば何か物事が起きた時に、それをネガティブな意見、その悲観的な見方をしてしまうのが、まあ、脳裏に浮かぶというか出てくるじゃないですか。でそれをしてしまった時点でネガティブっていう風に思っちゃう、自分がネガティブだからこんな風に思っちゃうんだなっていう風に考える方がいるんですけど、実は自分それは違うと思ってる人間です。なぜかっていうと、マイナス思考というかネガティブなことが思いつくのは、それはネガティブじゃない、人間普通だと思ってます俺は。はい、で、まあそれは多分自分、俺ね、配置自身を守るために多分そういう風に行き着いたところもある、実は。だから生粋のね、もうハートが強い方とか、まあ、ポジティブなことをね、ちゃんと考えられる方っていうのからすると、何なんかね、生ぬるいこと言ってんだって思うかもしれないんだけれど、実は俺はそこはもう拳で戦うっていうね戦わないけどさ、人殴ったことないけどさ、そうそう思ってて、どういうことかっていうと、
人間だからそのやっぱり悲観的に思ってしまうっていうのは発想として頭に浮かぶのはいいじゃんって思ってるんですよ。そうだけれどもそれを頭に浮かんだものをそれを選択するかどうか、もっと言うと口に出すかどうかっていうのは自分の意思で選べるはずだと思ってるんです。だから頭の中にマイナス的な発想が出てくる、ネガティブな考えが浮かぶのはもう生理現象じゃないけど人間として普通だぞと。でそれ今いつも自分もね今でもやっぱネガティブが強いから、例えば何かがあった時にマイナスに走っちゃうんですよ。まずそっちが出るんですよ。まず先に出てくるのはそっちだから。でもそこでまず思うの、じゃあこれはこれね、自分はそういう性格だからまずこれは思いつくのはしゃあないよねと。じゃあどうするかっていうと違う風な考え方はできないかなって考えるわけです。だからもうちょっと言うとプラス思考までいかなくていいんだけれども、そんなに自分を落とした言い方しなくて考えなくてもいいんじゃないかなって思うんです。例えばですけど自分ですね、人数が多い場所で人と話すのがすごく苦手なんですね。1対1で話すのはすごい得意というか好きなんですけど、まあ、3人もまだいけるかな、4人とかになってしまうとね、まあ、ダメなんですよ。すごく喋れなくなっちゃう人で、で自分が喋ることによって他の方が喋っているその空気感というかテンポを崩してしまう自覚があるんです。それは勘違いかもしれないけれど、そういった場面が非常に多かったんでね、あそういう人間だなって、うまく噛み合わすことができない人間なんだなと思ってきたんですよ。で例えば今でもね仕事でこう集団になる場面はあるので、そういった場面でなんか発するとさ、あれってちょっと思うよ、テンポが悪くなった気がするみたいな。でそうするとそのテンポが悪くなった気がした時に、あ俺のせいでって思うのはやっぱ当然思うわけ。そうでも、まあ、ちょっとねこれは軽い言い方になっちゃうけど、でもいや実はそのテンポが悪くなったっていうのも勘違いなんじゃねえのって、相手はそんなこと思ってないんじゃねえのっていうふうに考える自分も作れることよ今は。だったらいい、そうやって完全ネガティブな発想が出てきてしまう自分とそうじゃない見方、今そこまでいかないと今みたいな、なんだろう考え方じゃなかったとしても違う見方をできる自分を、まずそういう見方ができないかな、物事を違う面でね多面的に見ることができないのかって必ず考えるようにしてます基本的には。うん、でよ、でそっからじゃ今で言うとその俺のせいでっていう自分と、いや相手そんなこと思ってねっしょっていう自分が2つ出てきたとします。どっち選びますかっていうと自分の中で思うよ、どっち選びますかって時に、これはちょっと力技だよ、力技だけどもプラスというかさ、そのマイナスが弱い方の自分が出てきたんだったらそれを思いついた自分偉い、そっちを選ぼうぜっていう風に思ってそっちを選びます。だから相手はそんなこと思ってねえよっていう、もちろんそんなこと言ってもさ、根がネガティブが強いからそのね俺のせいでって思ってては確かにいる、それを消し去ることは俺にはできないんだけれども、もうでもちゃんともう一人の自分を選ぶことができる。だから口に出す、まあ口に出してさ自分を落とし入れて、まあそのみんながいる場面でさ俺のせいでごめんなんて絶対言わないけれど、それもう本当に空気壊しちゃうからね言わないんだけれど、例えば部屋で一人でいるときに自分に対して結構ネガティブな言葉をかけちゃう人がいるんだけれど、口に出すってめちゃくちゃ大きなアクションなんよ俺からすると。俺ことの葉ってものをすごく信じてる人間なので、言葉に出した瞬間に具現化しちゃうんだよね。でそれが、まあ、当然耳から入ってくるから、そのやっぱり影響されちゃう、自分がものすごく自分を落としちゃうんだよね。でも思った時点で口から出なければ大した影響はねえよっていうふうに俺は思ってます。だから、まあ、今回口癖を操るっていうことを言ったんだけれども、これちょっと最後にちょっと勉強の話に無理やり持ってっちゃうんだけど、でも伝えたくって、みんなさ勉強しなきゃっていうふうに言う子多いんだよね。あやらなきゃ、頑張らなきゃって、これ全部しなきゃないよ、なきゃって終わると頑張らなきゃとかね、努力しなきゃ、勉強しなきゃ、本読まなきゃとか、そういや悪くはない、悪くはないけど無理やりでもしたいって言って、ほら勉強して本読みたいって努力したいって、いや気持ち悪いと思うかもしれないけど、何かをしなきゃっていうのってやっぱりネガティブがちょっと絡んでるんよね。したくないんだけれどやらなきゃなんだよ基本的にはね。そうでしたいなんて思ってねえよって思うかもしれないけれども、したいっていうのを、まあ、無理やりでもね
つけていくっていうことをしていくと、ほにゃららしたいっていうのはものすごくポジティブな感情から生まれている言葉なので、したいとしなきゃっていうものを自分の中でコントロールするだけでも少しずつ変わってくる、自分の中の発想が。これはもう俺自身が自分で実証実験してきたから。そう、まあ、もちろんみんながみんな、ね、こう 100% 全員にねその効果があるよなんて言わない、そんな俺は専門家じゃないからそれは保証はできない、ごめんね。だけどもうちの生徒にやっても、まあ、全員が全員じゃないけれども、それでこう自分の中のねすっきりする部分がやっぱり多かったっていう方はすごくいたので、それを話したかった。だからもちろん今回勉強の話でちょっと締めちゃってるから最後それが痛かったんだろうみたいになってるかもしれないんだけど、そういうことじゃなくて、とにかく自分の中でネガティブな感情というか思いが出てくること自体は悪かねえんだよっていうのをまず思っといてほしいの。自分を責めるなって、それぐらいでいいんだよ。そう、人間って普通だと思って、ただし、それだけの自分じゃなくて他の自分も探してごらんって、絶対見つけられるから、絶対見つけられる、うん、保証する。え、何疑ってる？いや本当に絶対大丈夫だから、だって俺ができたんだもん、うん、って思ってんだよね俺はね。そう、だからそれがまず伝えたかったこと。そしてもう一個は、まあ、勉強で言うんだったらほにゃららしなきゃ やりたくねえけどっていう気持ちから出てくる言葉じゃなくて、したいっていうねある程度ポジティブな言葉とかを使っていくと、いい意味で自分がちょっとこう洗脳されていくところがあるので、ぜひね試してみても、まあそうね、試してみてもらえたら嬉しいなと思います。これは別に別の他の場面でも使えます。これは学生だけじゃなくて社会人の方とか、ね、仕事行かなきゃが仕事行きて仕事してって、ね、無理にでも言うだけでも、まあ、仕事へのモチベーションが変わるからね。どうせやんなきゃいけないんだったらポジティブな感情がちょっとでも絡んでやった方がいい成果埋めるからね。そうするといろんな意味でこう好循環になっていって、いろんな歯車が噛み合い始める。そう、歯車回すね、まあ潤滑油じゃないけどに変わっていくはずなので、まあ、主婦の方とかね、本当そういろんな方に当てはまると思っているので、まあ、よかったらね参考にしてみてください。はい、ということでちょっとね長くなってしまいましたが、今週もお付き合いいただきありがとうございました。まあ、冒頭に話しましたけどね、ちょっと4月も少しね亀さんペースになってしまうかもしれませんが、ちょっと頑張っていきますので、ね、お互い頑張っていきましょう。そして、うちの息子、今ちょっとこうダラダラジオ撮ってる時にうちの長男くんね、ちょっと今日熱出しちゃって午後から、そう、まあ、ちょっと今日看病してたんですけど、でその前は次男くんも風邪ひいてたから、やっぱちょっとね寒暖の差がさ一日の中であったりとかするんで、ね、体調崩しやすくなってますからね。あと4月のスタートストレスかかってるんで、4月末あたりぐらいからちょっと慣れて気が緩んだ時に結構体調ガタガタって崩しやすいんで、みんな気をつけて、いい、体が資本ですからね、体調気をつけて、日々過ごしていってもらえたらと思います。ということで今週のダラダラジオは以上でございます。明日からねまた来週もね頑張っていきましょう。ではまた来週のダラダラジオでお会いできたらと思います。以上です。ありがとうございました。またね。